橋中工房を撮ってます。こちらの方からね、もう今日車でこっちで撮ってるんだけどね、入らないでしょ、そこちょうど池があってね、こんなんですわ。ちょっとゆっくらしてるんですけどね、手前が池でね、入らないらしいです。これも大きいね。この車どうする気だ。反対止まったらあかんがね。ねえ。そこをね、ちょっと歩こう思って、ちょっと聞いてみたんですけどね、なんか歩けないんやで。歩きまへんって。入れないらしい、なんか。こうね、右に行って、一周くるりと回るんですよね。こんなんですよ。ちょうど池になってるの、こっちがね。こっちの方が収容ができないので、車でちょっと回ってます。車でね。初めて車は大体歩いとんだけど、ほんでね、こう手前この付近がちょうど豊富、これが高円墳の方だよね。高円墳住宅街です。横は本来ならここがね、堀があったんですよね。堀がなくなってますわ。これ円墳でございます。航空写真でちらっと昨日見たんだけどね。で、この辺にちょっと民家があって、それで、横をね、また堀がないんですけどね。もともとここは堀だったと思います、この辺ね。これは4分ですよ、これ。だから堀がなくなってるんでしょうね。向こうの池の方はね、なんか水いっぱいなんですけどね。堀はなかったんかな、この辺。堰堤がないでね。ということはどういうこっちゃ、堰堤が取っ払った全部。そんなことはないね。ここまで来たらね、どっかその辺でね、その辺止めてね、どっかこの辺止めて歩いていけんだよ。ここや。ここで歩いてね、あそこね、行きます、あそこまで。落ちないや、こんなとこで、ちょっと行ってみますね、あそこまでね。ちょっと行ってみますね。これほとんど回れないですね。今日はもうクタクタでね、風が強いね。だから延長がやね。そこはそうやろな。そこそうあって、そこあってやね。こういうのは延長があったのかいやな。みんな田んぼになったからみんな取っ払ったかもな。それわからんな。ここは普通やったらね、これ堀やね、堀。ここに堀があるはずやねんな。田んぼになってます。それか最初から、いやしかしな、そこの、後で航空写真見てみらないかんけどね、そこなんだな。それが園庭ならここやっぱ堀だったやな。まあ基本はね、必ず堀っていうのが基本ですからね。全校公園墳についてはね、円墳とか豊墳についてはね、堀がないのもあるということだらしいですけどね。お、誰か歩いた跡ないな。あんのかな、これないね。こうですよ、大石墓、宮内庁。誰の墓で書いてある？読まれへんな。いろいろ書いてあるけど、なんからしいですわ。こう、
宮内庁にしてはなんかこじんまりやな、この大きな墓にしてはね。場所がなかったのか、場所がなかったのかもしれませんね。いやー、ここまでね、ここ行けるかな、これ。宮内庁の方が綺麗にね、盛りをしてくれてるんだけどね。ほら、歩けないとお姉さん言ったけど、どういうこっちゃ歩けるじゃないかよ。ちょっと歩けないから言われたんやけどね。ああ、池の周りが歩けないってことやったんかな。この横がね、池なんですよ。やっぱりね、ここは堀だったよな、前は。堀でね、横は園庭があったはずですね、これ。おっと、これが豊富の方ですよ、これね。ああ、入られんか。やっぱ行けないんですわ。宮内庁になってますわ。やっぱ入れませんわ、これ。ここからね。これを入れさせてくれたら言うことないんだけどな。ああ、あかんか。なんか歩けそうな感じするんだけど。これ、こんなんですよ。こんな感じね。だから、イメージ的に言うと、豊富であっちは、こういうふうにね、歩けないです、やっぱり。残念でございました。で、ちょっとね、こっちからね、見てみると、もうちょっと輪郭が、わからんかな。大きい、本当に大きい、大きい方やけどね。わからんな。これでわかりませんね。まあ、これだけ広く広く必要だよね。これぐらいの円形とか、この古墳やったらな。どうやろう。250メートルはそこらやから。このくらいでいいんだよな。この辺に何もその何もないね、この辺にね。何かあったら分かるんやけど、分からんな。こんなんですよ、これ。ちょっと風強いけどね、これ。あの横ずっと歩かしてくれたらな、分かるんやけどね。シラサギがなんかあっちゃくちゃ止まってるぞ。1、2、分かるかな。シラサギ、これそうやろ、これやろ。サギやな、これ。それからな、ここにも止まってる。すごいやないぞ、これは。ペリカンみたいな。なんだろう。はい、なんか、引っかしましょう。今日最後のね、レポートでございました。こうやったっけ。ということは今日何件もあったんかいな。5件ぐらいあったんじゃん。また綺麗なね、古墳もあったけど、巨大古墳もあったけど、あとはね、古墳、まあこれはちょっと見ても、あの回っても
ところないなここもあったし、分からないわ。何のため作りはったんやろうね。流行が流行り、ね。あれで、航空写真で見てもね、分かりませんわ。さっぱりわからないわ。行ってみないと、この高低差がわからないんでね、上が通ってるんで。この辺にいっぱい釘打ってあるぞ。宮内庁やろな。昔は自分で墓があったかとわからんからな、自分の土地や言うて、ね、崩してよ、縁で。そんなこともあったかもしれんな。なんか大阪ではそんなこと、藤井寺とかね、堺の方では、随分ね。なんて書いてあるの？計測値は？だからやっぱここもなかったよ。だからこの辺がね、なかったんでしょうけどね。はい、ここでした。今日ここね、車で半分以上車で回っただけで、ここは歩けないですよ言われてね、歩けないですよ言うて、ほんで入ってみてやっぱ歩けなかったですわ。ずーっとぐるーっと回らなきゃいけません、ほんまに。で途中はもう車でね回ったんですけどね、これ航空写真見てんだけど、綺麗だったけどね、横の方のね、池があって、形綺麗だったけどね、このね、横の道がね、そのくびれに沿って綺麗に、その道に沿って道が綺麗になってますさ。綺麗な道やね。はい、今日はこれで橋墓公園やったかな。これで終わりですね。ありがとうございました。